国際標準視聴覚番号は、書籍に対する ISBN と同様の一位な、識別紙で、視聴覚作品及び関係する番につけられる IS 46 SC。ISOTC46-SC9 の作業部会で開発された。遺産は遺産 IA によって、管理、運営されている。遺産企画は映像を様々な形式でエンコードし、追跡し、反復する必要がある、プロデューサー。 スタジオ、放送局、インターネットメディアの提供者、テレビゲームの開発者に最適な視聴覚識別紙として推奨もしくは要求されている。この企画は遺産のシステムに登録された視聴覚作品と関係する版に1位で国際的に認知され永続的な参照番号を提供する。遺産は作品を計画から制作、流通。 消費までのライフサイクル全体を通して識別する。主な長所は世界共通であることの利点と長期間の安定性にある。遺産は作品を一位に識別するためにライセンス契約ばかりでなく映画の公開版、DVD、出版物、広告、マーケティング素材、パッケージのような電子的及び物理的媒体の両方に組み込むことができる。 遺産の識別子は、アクス、DCI、MPEG、DVB、および ATSC のような、多数の草案及び、最終規格に組み込まれている。二次元バーコード付きの遺産の例、遺産は、ルート、エピソードもしくはアブ、および番の3つの部分からなる96ビットの番号である。ルートは、中心作品に割り当てられる。 ルート作品に関係する後続のフィルムの部やテレビのエピソードはルートが同じだが異なるエピソードや部を構成できる。中心作品に関連する部やエピソードが存在しない場合はエピソード部がゼロで埋められる。何らかの手段、例えば多言語への吹き替えを行ったり字幕を付けたりすることで改変された作品には異なる番を付けることができる。十六ビットの遺産は 0 0 0 0 0零一八九四0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0のように24桁の16真数で表される。しかし、人間が読むように印刷された遺産は常に遺産ラベルで始まり番号をより扱いやすい数値のグループに分けるため、ハイフンで区切られ,ン切られ転写ミスの判別を補助するために文字 AZ からなる二つのチェック文字を追加するため実際には 番号は、130000から0001から8947から0008から000から,ら 000D 000 000 000のように表示される。遺産 IA は、遺産を二次元コードで96ピクセルの区形に、符号化するための推奨案も開発した。遺産は一元的に登録され、永続的に割り当てられる参照番号である。遺産を参照する作品やコンテンツは、 遺産 IA が登録したメタデータの集合によって識別される。同じメタデータの集合へ遺産を重複して割り当てることを防ぐために任命された登録機関と遺産 IA は連携して作業を行う。遺産メタデータの集合には題名、キャスト、作品の種類、継続期間、制作年及び他の多数の作品に関連した欄が含まれる。 このメタデータは予告編、抜粋、ビデオ、放送などの関係する版を含むすべての種類の視聴覚作品に適用される。マイクロソフトの HCCB にも使われる予定である。イサニアイエーは、スイスのジュネーブに拠点を置く、非営利団体である。イサン企画を運用するために、アジコサイサックフィアップによって2003年に設立された。イサニ IA の担当業務は、 以下の通りである。ありがとうございます。